そうか。なら冷たいごと吹っ飛びやがれ。したケフラのパンチを全て見切ってますよ。そんな一発も当たらないなんて。ケフラ、そんなんじゃポタラ使った意味ないだろ。今のケフラさんも相当な力とスピードですが、悟空さんの反応がそれを上回ってますね。うわー、ケフラー、冷たいこと落っことせ。そいつ、そんな性格だったか。裏の顔が出しまっただけだ。気にすんな。うわあ、なめてんのか。カカロットの動き、ケフラを見切っている。まるで体が勝手に反応しているようだ。こいつは全然スピードが足りませんね。2人とも頭で考えて動いているからです。特にベジータさんにはその傾向が強いですよ。それでは速さに限界があります。五感、そして脳から神経を通って体に伝わるまでには時間がかかるんですよ。体中のあらゆるところが勝手に判断して行動できるようになればいいんですが、これがとても難しい。ビルス様だってまだまだ完璧じゃありませんからね。克服できればどんな危機も回避できるんですがね。そうか、そういうことか。カカロット、ウィスのあの言葉通りのことがお前に起こって嫌がるのか。Hmm.